どうも、小村です。続きやっていきます。チャプター2、遺跡登りましょう。目覚めましたね。そのまま続いていくんやね。ちょっと待ってや、操作方法思い出すから待ってや。さあ行きましょう。だいぶ雰囲気変わりましたね。これ下死ぬよね、死ぬよね。 あるんかい。ほい。あ、結構あれかな、迷路的な感じ。どこ行けばいいか分からへんな。あの黄色いのは特に何もない。えい、下大丈夫。どうしたらええや。いや、これ左上から来るパターンやな。1号ってなんか取ってたら隠しステージとか行けるようになるんすか。はい、こういうことよ。よっけよっけ。はい、これ初見でいけるのはさすがと言いたいね。コーラさんはさすがって言われてしまうね。すぎる。あ、謎解きか。こういう要素もあるんか。闇落ちした自分の姿が見えんな。お、気づいた。僕はもう先に気づいてたけどな。お、え、これ戦うの？追いかける系？どういうこと、どういうこと？何あれ。おお、何やろ。あ、なんかいる。ビビ。あー、なんかマップを見渡せるってこと。あれか、双眼鏡的なやつか。観光地にあるなんかね。ほい、取っていくんや。こっち行った方がいいんかな。あいつ追いかけた方がいいんかな。追いかけたらいる。あ、帰れへん。なるほど。これはアタックじゃないと通り抜けられへん。はい、いいよ。貫通しろ。はい、なるほどね。こうやって上がっていくのね。あ、取れた。黄色いの、黄色いのは あれか、この青いダイヤと一緒か。ジャン、もう一回ジャンプできますよってことね。いやね、最近ね、心霊怪奇怖すぎっていう映画にハマってるんですけどね。この映画が面白いんですよ。これだとね、あれだから後でこの黒い塊が消えたりするのかな。その後に取れってこと。死んだら意味ないよなこれ。いや、戦慄回帰ファイル怖すぎっていう映画がね、面白いんですよ。ちょっと、あー、くそ、ね、シリーズが結構あって、僕1から5話ぐらいまで見てるんですけど、これ下いける。ここ、うわー、見逃さなかったよ小村さん。あ、戻れへん。畜生、騙された。1話がね、口先女を捕まえようっていう話なんですよ ね、 もうね。あ、言ってきますよ、これめちゃくちゃ B 級映画ね。人によってはクソ映画と認定されてしまう映画ね。一部の人には大絶賛されてる映画やけど、口先女とね戦うんですよね。戦うっていうかね、主人公がやりたい放題してて、うう、はい、ナイス。いや、口先女をね、金属バット持って追いかけ回すんですよ。その時の主人公がめっちゃ怖いんですよね。幽霊より主人公が怖いんですよね。工藤さんっていうんやけど、工藤さん普通に人殴ったりするからな。
怪奇ファイルの面白いところはね、あの今のところ1から5まで見てるんですけど、話がめっちゃ繋がってるんですよね。くっさき女の話で手に入れたくっさき女の髪の毛をめっちゃ使うんですよ。なんかね、一般人がね幽霊に呪われてなんか意識混濁してる時にね、そのくっさき女の髪の毛を腕に装備して殴ると治るっていうね、謎のシステムで、急に一般人殴り始めた時はめっちゃ面白かったよ。はいはい、これははい、あうまい、はい、なるほど。結構雑談しようと思ったらしにくいな、この映画。集中するところ集中するな。今のところね、戦慄回帰ファイルで僕一番面白かったのがね、ファイル4やったかな、トイレの花子さんの真相みたいな話なんですけどね。すごいですよ、トイレの花子さんの下半身に入ってタイムスリップする話だから。出たな、闇落ちした小村ちゃん。誰だい、あんたを守ってるもんだ、あんたのことが心配でさ、実はいいやつ説、残月のおっさん的な立ち位置。あなたは私、あんたの分身だよ。私のなんでそんなに見た目が不気味なの。こっちもいとも行な、小村からやで、小村ちゃん。俺はこういう見た目なんだよ、文句言うな。ごめんなさい、怒らせるつもりは。結構字が芽生えてるね、相手。まあいい、やっとあんたの頭の中が出られてせいせいしたぜ。でも正直俺はかなり心配してる。興味を持つのは悪くねえけど、なんでよりによって。なんかあるか、確かにちょっとびっくりかもしれないけど、私はどうしてもこの山に登らないといけないの。あんたはいろんな素質を持っちゃいるけどね、山登りには向いてねえよ。こう、私はそうは思わない。あんたが人の話聞かねえのは知ってっけど、頼むからここは聞き分けろ。このまま進んだらとんでもねえ目に遭うぞ。あんたには無理なんだよ。だからこそやらなきゃいけないんですけど、自分でも危険って分かってるんやな。あなたは私の弱い部分、怠け者な部分、現実を見てる部分だよ。その切り返しいいね。あんたはうまく説得しようと頑張ってんだよ。おお、枠から出ようとしてんな、顔グラの。さあもう帰ろうぜ、俺とさ。だ、友達ができた。いった、戦うんかい。中では逃げるんかな、これは。かわしながら進むって感じ。なんかこいつ多分僕と同じ動きするから、あんまり止まりすぎんだよってことが。なるほど、ちょっとタイム制限かかった的な感じ。はい、あー怖い。なるほどね、すげえ。ちょっといちご回収できんだな。こんなにうまいことしたあいつ潰せそうやったな。はい、いいよ。ちょっとこれ全部回収していけって話かな。あ、下手くそ。くんだくんだくんだ。うわー、そしてはい、やっちまった。いやー、小村ちゃんうまい。ナイス。うわー、無心した。私がいっぱい、私ハーレムできる。一応取れるなら取りたいね。ほっ、くんだくんだくんだ。あ、一応取れへんだ。死ぬ死ぬ死ぬ、お前ら。さすがに死なへんか。
わあ、よく見たら増えてる分身が。これ増える意味ある？ほい。ですね。ああ、一回足場に着地したかった。足当たっちゃった。遅いんじゃないのか分身たちを。はい、ナイス。いいよ、みんな僕についてくるんやで。よし、そろそろゴールかな。いいっすね。お、諦めたか。もう一人私が諦めたな。はい、上なんかある？うわー、たったったった。これは初見殺しですね。はい。いや、このゲーム面白いな、普通に。進めてくれた人ありがとうございます。もうなんか登山じゃないよなって感じの動きしてるけど、ゴールかな。どうもね、これお店。あ、電話が鳴ってんのか。なんかレジの音かと思った。もしもし、コムラ。わあ、イケメンからナンパされる。公衆電話からかけてる？かけてきたん、そっちや。うん。待って、あ、そうそう、それが痛かった。待って、そっちがかけてきたんでしょ？何言ってんの？どっちでもいい。それより大変なの。誰かに追われてて。何がどうなってるのかよくわかんないけど、とにかく危険なの。それだけはわかるの。喋り方かわいいな。コモラが電話してくるのは夜中にパニックを起こした時だけ。ねえ、知ってんのか。コモラちゃんのお兄ちゃんか、もしかして。気を引くためにそんなわけわからん作り話なんかしなくていいよ。作り話じゃない。ひどいよ、いつもそうやって。やっぱ知り合いやな、お兄ちゃんかな。し、分かったから落ち着いて。悪かった。何があったの？今セレスト山に登ってて、そこで古い鏡を見つけて、それが粉々に割れて私の分身が逃げ出して。これ夢だよね。夢に決まってる。死んだつ。スマホ使ってるんやな、お兄ちゃん。コマラと話さなくなってもう何ヶ月になる。あ、結構これ確信に迫る話なんかな。今になって突然話したりすると思う？ああ、もう私なんでこんな山登ってるの。自問自答。ほんと、なんで登ってんだか。もう諦めて帰ろうぜ。うわー、死んだ。あ、夢落ち。え、またやり直し。あ、なんかいるいる。あれ、これ映えるやつの人。こんにちは、会いたかったよ。お、コモラ来たね。来ました。ここまで登るのはかなりきつかったけど頑張ってよかったな。こいつも結構やるな。結構な大荷物やのに。見てよこの遺跡。どれ遺跡？背景の崩れてるやつ。やばい、写真いっぱい撮れたよ。見る？え、うん。見して見して。わあ、すごい。これで俺もついにフォロワー1000人の大台突破か。少ないっすよね、これ。フォロワー1000人って。いや、多いんかな。僕もフォロワーゼロやしな。そうだ、この瞬間を記念して一緒にセルフィー撮ろう。セルフィー？え、今セルフィー店。いいじゃんいいじゃん、こんな感じで。チャラいわ。自撮り的なやつ。ああ、いいね。
イエーイ彼氏くん見てるみたいな感じになってる。コマラちゃんの目死んでたからな。めっちゃ不機嫌やった。一旦会話終わったやんけ。ごめんごめん、大丈夫、これアップしないからね。間違われてしまい、お兄ちゃんが勘違いしてしまうよ。いい、うん、いい、アップして、いいんかい。でも私じゃ映えないよ。映える映える。またまた自分が美少女って気づいてない系美少女やな。大丈夫、フィルターでもらずに映えるやつなんていないんだから。そうなん。お、フィルターかけてるね。よくなったこれね、カジュアルかつ洗練された仕上がり。どうして写真をやってみようと思ったの、気になりますね。じいちゃんの影響だよ。あ、家族大切にしそうやなこいつ。俺のじいちゃんその界隈じゃそこそこ有名だったらしくてさ。ま、俺はそこまで上手くなれるかわかんないけど、でもじいちゃんにちょっと近づける気がしてさ。それでかな、伝説の登山家やったんかな。登山家&写真家やったんかな。小村は何が何でも頂上を目指すの。うん、そう決めたから。さっきちょっと揺らいでたけどね。もう自分との約束は破らない。自分と戦ってたけどね。人生の目標ってやつか。いいね。今めちゃくちゃ適当に予想しますけど、お兄ちゃんがもう死んでて、勝手にあの電話ないでお兄ちゃんと思ってるけど、お兄ちゃんがもう死んでて、死ぬ前になんか山登る的な約束してたんじゃねっていう、くっそ雑い予想してるんやけど、どうでしょう。俺は正直頂上まで行ける気しないけど、もうちょっとだけ先へ進んでみようかなと思ってる。こいつあれやね、自分は全然そんな実力ないよみたいなこと言っといて、めちゃくちゃ強いやつみたいな雰囲気あるよね。ここって電波入る？入らないの？スマホ持って、私スマホ持ってないから。スマホ持ってないんすよ小村ちゃん。それは何ともコメントしようがないな。あれ、終わり？終わった終わった。すごい、コメントしようがないので終わるって悲しすぎひん。道こっちで合ってるかな。おっとっと、危ねえ。おお、登山っぽくなってきたぜ。完全に足場が浮いてるんだが。お、何あれ、ビッグハート、キングダムハーツがある。いつかやらだな。テーブルの上に埃をかぶった古い手帳がある。かすれた文字で詩がつるづられている。異界にさまよう幻は枠を越えて宙を踏む、空を踏む、宙を踏むかな。目指した時我が心は砦、夢のうちで我に触れよ。さっきあれかな、小村ちゃんのことを食べた化け物のこと言ってんのか。終わり？あの男と別に会話しゃんでいいかな。ずっと見とけばいい感じ。ゲーム持ってきた。リピートアフタミー。誰も出ないね。誰？お母さん？もしもし？ママー、ママー。小村、電話くれるなんて嬉しいわ。どう、旅行は楽しい？うん、でもちょっと圧倒されてるかな。まさかバタパキコースター。結構小村ちゃんあれな、危ない人なん。ゆっくり深呼吸して、大丈夫よ。一体何があったの？え、終わり？はい、あ、いいっすね。一枚絵が出んのいいね。結構ストーリーちゃんとあるね。おお、いちご10個も見逃してる。まあ別にええけど。はい、次はホテルか。小村ちゃんが過去と向き合う系の話なんかな。そんな感じがしますね。RT。小村。それじゃあ今回はここまでで、次回はホテル入っていきたいと思います。こんなところにホテルって。ここまで来るのに割と一苦労やぞ。それじゃあありがとうございました。また次回お願いします。